来たよ、来た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 。ヘバグレでしょ。グレ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 。ということで、やっと来た。やっと来たよ。大きくはない。35はあるかなぐらいな感じです。ということで、35あるなし、やっと釣れました。めっちゃ青してる。釣れた。釣れた。これはもう本当に貴重な一匹だし、棚的には多分2本ぐらい入ってたのかな。今ね、潮がほぼ止まってます。ほぼ止まってる。どちらかというと左かなぐらいな感じでほぼ止まってるんですよ。ここはね、あんまりなんかこう動かない方がなんか個人的に釣れるイメージではあるんですよ。で、ほんと今また止まって、そろそろ回収しようかなみたいな。もうそろそろ2本、もう浮きも全然見えなくなったんで、2本か2本半とか、半まで行ってはないと思うんだけど、っていうぐらいで食いましたね。もう、まあ当たりもなんか最初、ヒューって言って、あ、なんか当たったのか、波が。波がこう、さっきからね、こうちょっとうねって、若干高いんで、その波がこう下がった瞬間に道とかスッて持ってかれるじゃないですか。ちょっとそれっぽいなっていう感じの、まあそれが当たり、前当たりだったのか、その主張かわかんないけど、その後に、うーんってやっと行って、合わせて。で、もう針はね、ガッチリ飲んでました。さすが。とりあえず、一匹なんとか釣れたんで、坊主は逃れました。もう初の、沖黒島で坊主かと思ったら、なんとか一匹釣れたんで、よかったです。ありがとうございます。現在時刻がですね、13時50分でございます。残り40分ですかね、というわけで、これのね1個前にバラしましたね。バチバチバチ。今ちょっと横に流れてるのかな。そのバラしたやつはちょっと仕掛けがねこっち行ってたんですよ。キワキワまではないんだけど、ちょっとキワに近いぐらいのとこ行ってて、もうちょっと竿を立てる間がないというか、竿立てたら当たっちゃうんで、そこね。だからちょっと立てれないし、止めれない、止まらないし、もう、だいぶ走られたね。多分30メートルぐらい走られたんじゃない。ハリスのど真ん中から切れておりました。はい。というわけで、まあ、なんともかんともですね。まあ、あと、ハリスも細いっていうのもあったけどね。あったんだけど、どんだけ食べてもこうね、そこ背が結構思ったより出てるんで、やっぱ、ちょっとね、前に出てくれたらね、いいんだけど、まあ横にね、走られて、どうにも立てれないからね、止めれないし、ハリスがね、1.2 号だし、まあそこは一番ある意味大きいかもしれないけど、はい、まあちょっと今はね、大きいものを取るっていうよりは、釣れないんで、かける重視でいってるんでね、ちょっとあんな不意に大物がちょっと来ても、あれ、張りすぎて何だろう、取れないんじゃないかな。まあ、わかんないけど。で、まあ、さっきからね、こう、潮が、今は右に行ってます。ほぼ真横の右かな。で、泡が、こんな感じで、ちょっと見えてるかわかんないけど、ちょっと向こうの潮が当たってくるっていう、ちょっと当て地をね、当て地をでこの泡の流れで進んでいってますね、右に。難しいね。難しい。こんな沖黒難しかったっけなーっていうぐらい難易度はちょっと高いと思います。ということで、あとね、40分。ね。
できれば、まあ、一匹よりはもう一匹欲しいなと。せめてあともう一匹欲しいなと。サイズはね、まあ、さっきの、まあ、40以下でも全然いいんですけど、あと一匹なんとかね、駆使して釣りたいと思います。ラスト1投でした。ラスト1投で来ましたね。1匹32差かな、30を超えてると思うんだけど、来ました。もうあと1分して回収しようかなってとこだったんですよ。まずその魚を見せようか。魚はですね、これ口太じゃなくて、これはね、オナガでございますね。オナガですよね。これは間違いなくオナガで間違いないですよね。鱗がもう細かい、全然違う口太だね。で、エラブタが黒いとか。で、もう一番尻尾だよね。で、尻尾はこんな感じね。こんな感じで、上と下がこう、こうで、ね、長くなってると。ここ伸ばしてる。口元は、ここでちょっと開くと、ピッてまっすぐになるから。っていうのが、もう自分の一番の判断。わかりやすい判断です。最後、まさかのお長だったね。もう30は超えて、32、3ぐらいあります。もうガチで本当にね、もう最後の本当に一投やったんですよ。もう今ね、多分2時30何分とかになるんじゃないかな。だからちょうど2時31分です。だからちょうどね、ああもうこれ最後の一投にして片付けするかっていう感じの時で、本当の最後最後。あと1、2分か3分か。まあその考えてなかったけど、これちょっと流して、もう最後、ね、回収して終わりにしようと思ってるところ、まさか、2匹目、オナガが釣れました。オナガが来るって結構水温高いよね、絶対。まあ水温は、船長にね、帰ってちょっと聞いておこうかなと思います。はい、ということで、もう2時31分、さ、なってたんで、片付けようと思います。はい。よかったね、最後のラスト1頭、オナガ。というわけで、片付けもう終わりました。はい。洗い流して。で、あとはね、船を来るのを待つだけでございますが、もうなんか音が聞こえてますもんね。というわけで、あっち、片付けするとどうしても暑い。エンジン、あー、来たかな。緑色？緑色。来ましたね。はい。というわけで、どっち側だと、あ、東の人かな。あ、まず東の端に回収ですね。で、多分次にここ回収なんで。はい、ということで、ありがとう。結構ね、やっぱ、バタバタですね、片付けは。続いて、荷物をね、乗せていきたいと思います。どこにつけるの？ここだよね。ここだよね。はい。ということで、荷物をね、乗せていきます。はい、というわけで、今日上がった沖黒島のテラスでございました。はい。というわけで、片付けをして車に乗って船が後ろを映ってると思いますけども、まあちょっとね、他のお客さんの話とか、まあ船長の話とかちょっと聞いたんですけども、まあ基本的にもう全体的に厳しくて、なんだろう、一撃でドーンと来るみたいな、感じで、らしいです。感じでってからしいです。長溝で40?49センチが1枚。だけ。みたいな。他、なんか、もう、みんな坊主的な。
なんか感じ。なんか全然、長溝でそれみたいな。49が1枚だけみたいな。だから30何本とか、もう全く釣れてないとか。長溝でみたいな。なんかそんな感じだったらしいですよ。で、ウドバナが、まあその、他の都線だったんでわかるけど、自分が見てる限りこう、30ちょっとぐらいのが、ポツポツとなんか、なんか潮、ちょっと潮がいいなっていう時に長、釣れてましたね。で、東のサラシね。自分で、自分の左側で釣ってた東のサラシの方が、一人の人が、二人上がってて一人の人が、なんだかな、何匹か、二匹か、一匹か二匹かなんか釣ったみたいな。ちょっと何センチか聞いてなかったな。なんか釣ったって言ってたんですよ。で、もう一人の人が、最後の最後で、本当の最後の一投で46センチ釣ったらしいです。しかも置き竿にしてて、みたいな。なんかこうグイグイなってるよ、みたいな。なんかついてるわ、っていう風に上げたら46センチのグレーったらしいです。だからね、最後の一投までわからないとかいうなんか話をずっとしてて、くそ羨ましいな、っていう風に思っておりました。はい。置き竿はもうほんと厳しい。長溝でそれかよ、みたいな。ナイターから上がってたらしいので、置き竿はね。で、いや、三人上がってて、後から一人入ってきて、四人、全員で四人上がってて、一匹だけっていう、どんだけって。長溝ってもう、ね、沖黒島の中で言うと、こう、一番超特急の場所ですよ。で、四人で一匹っていう。もうちょっとこれはね、もう、次回はちょっと沖黒から離れようかなと。久々っていうかね。まだ半島寄りのが、なんかボツボツはなんか出てるよっていう船長の話でした。ちなみに水温が 17.1 度だったかな。だからちょっと高いんだよね。例年だと 16.2 とか 16.4 だから1度ぐらい高い。そんな、うん、でもね、1度そこそこ前後なら、そんな変わんないのにね。なんかこう、食いが、なんかね、グレーがあんまりいないというか、なんかそういう感じでございまして。うん、ちょっと厳しいなと、はい、思っております。まあそんな感じで、まあちょっとね、こう、まあ船長に聞いてる限りも全体厳しいと。まあ半島寄りの方がまだポツポツ出てるよぐらいな。ちっちゃいけどね、ちっちゃいっていうかまあ30とか35とかがまだポツポツ出てるから、まあ数釣るならまあやっぱあっちかな。まあもともとそんな感じだよね、ヨノズは。半島寄りの方がまあポツポツもともと出て、ヨノズの中でもこの沖黒島っていうのはちょっと特殊な場所で、数は出ないけど、一発があるよ、みたいな。まあ、実際一発がありましたけどね。東のサラシと長溝っていうの一発があったんですけど、でもそこまでの一発じゃないんだよね。もうちょっとね、中くらいのポツポツ出るのが沖黒島なんだけど、それもなんかあんまりいないのか、っていう感じで、まあ、ちょっと次回ほんとね、まあ、一人で来る際は、ちょっと考えようかなと。半島寄りに行こうかなと。ちょっと考えております。はい。ということで、私はね、今から帰ろうかと思いますけども、今この時点では全然眠気がないんですけども、もうこの夜の図をね、前町の方にね、このまま走っていくと、なぜか、もう町の見えてきたところぐらい、要はね、ラーメン屋の亀甲、あの辺を過ぎるっていうか、まあ、あの辺の手前というか、あの付近からすごい水間が来て、まあ頑張って、余裕の水駅に取り取ったとおりつけばと思います。運が良ければ、まっすぐ帰れるかもしれません。はい。ということで、あんまり長々まだ話してもらえないので、これで終わりたいと思います。ご視聴いただき、ありがとうございました。じゃあねー。